うわぁ、思ったより高い。まったく、なんでこんな高く作ったんだよ。見晴らしがいいですからね。お、視聴者のみんな、ミッス、かなり裏作業をしたから、少し投稿が遅れちまったぜ。実はな、今のモッド構成は少し相性が悪くてな、頻繁にマイクラが停止しちまうんだぜ。だからこれからも遅れちまうかもしんねえが、黄昏クリアはちゃんと成し遂げるからな、長い目で見てくれだぜ。おい、そろそろ始めんぞ。よし、張り切って黄昏全部畑にしますか。何言ってんだお前。そういえば、今の黄昏の森って実績解除しないと進めないみたいですよ。そうなのか？実績解除しないとダンジョンが出てこないとかじゃないよな。そのダンジョンに入れないみたいですね。なるほどな、だからあの城には入り口がなかったのか。ブロックも破壊できませんでしたね。これは難しそうだぜ。で、私たちが最初に行かないといけないのは、長か。まあ、黄昏では弱い方だからな。で、目の前にある城は、このシメイリングスケールというのを解除しないと進めないみたい。ナーガ以外で行けそうなのはあるか？ん？この地図かな？やっぱり地図か、早速作るぞ。合点承知のスケ。というか、なんだこのぐるぐるしてる階段は。これはですね、螺旋階段が作りたくなって、眠たい時に無心で作ってたから、無駄に高くなりました。あんな上に何作るんだよ。景色がいいので、それを活用したいですね。OK、紐なしバンジー施設な。あはは、高い高い。ここはまだ建設中だったな。動物を飼育するとこですね。拠点より豪華っぽいけどな。で、土台が完成したんですよ。おお、やるじゃねえか。雨漏りしてますけどね。上に畑なんて作るからだろ。よし、土台の仕上げといきますか。仕上げのブロックを作るには、怨念の塊が9個いります。ついでに怨念というのは新コレで追加されるアイテムだ。敵を倒した際に高確率でドロップするぜ。これを固めると、強い怨念の鎌足りというのができます。これを、土台中央の2段目に設置します。で、最後に右クリックすると。おお、やけにまがまがしいな。深海生還を作るっていう気分になりますね。てなわけで、土台が完成しました。いきなり大型作っちまったが、いいのか？いやだって早くおきゅうちゃん欲しいし。そうだな、絵的にもそっちがいいな。そうだよ、ずっと E 級とか波級だったらあれじゃん。おい、この GUI を説明してくれ。あ、これは造船するためのやつです。造船所って書いてあるな。この説明は後々しますね。では、黄昏の地図を作りますか。カラスの羽は、事前に取っておきました。運よく近くにいたからな、ついでに買っといたぜ。黄昏の地図のレシピはあったあった。光るカラスの羽を紙で囲む感じですね。で、このカラスの羽はどう作るんだ？グロウストーンとかねえよ。これはネザーに行けということだな。黒曜石取らなきゃいけないじゃん。黒曜石か、マグマは確か普通の世界の洞窟にあったな。ん？地図の実績解除していけるダンジョンとかなかったし、そこら辺探検しますか。確かにそうだが、お前の場合方向音痴だから必要なんだぜ。大丈夫大丈夫、松明を着ながら直進すればさすがに迷わない。絶対直進しろよ。道草食うんじゃねえぞ。まあまあ、安心しな。亡霊鉱山見つけたから行ってみますか。もう道からそれたじゃねえか。いやー、好奇心には勝てませんなー。おっと警告。よく気づいたな。おい、警告の下にチェストがあるぜ。ということは、この警告は亡霊鉱山と合体してるわけですね。おし、早速あれ取りに行くぞ。おお、この輝きはグロウストーンじゃないですかー。亡霊鉱山にグロウストーンってあるんだな。今回の探検の収穫は大きいですね。よし、この調子だとチェストのお宝も期待でき。いやー、グロウストーンが取れてよかったなー。そうですねー、お宝とかはなかったですけど、グロウストーンが取れたから最高ですねー。ってことで、黄昏マップ完成。お、ナーガが近いな。で、次は深海生還を建造するための資材を確保しましょう。建造するには、怨念弾、ボーキサイト、深海鉄インゴットが必要になります。深海鉄インゴットを作るには、鉄と怨念を組み合わさなければなりません。やれやれ、また鉄が大量に必要なのかよ。ということで、工業動画ならほとんどある火力発電機と粉砕機を作りました。この方法すごく便利だな。ですね、工程を省けるのが最高です。ま、黄昏や工業の序盤あたりはよく見る光景だからな、こういう風にするぜ。スポーンブロックを見つけたんですけど、チェストにはイリジウムとか馬に乗るやつが入ってました。サドルな。で、ここが結構近場でして、なんとなんと、拠点から徒歩で約10秒くらいのとこなんですよ。ごめん、やっぱ30秒。どっちでもいいが近いな。
ですね、後ろには城、大自然に囲まれたこの拠点、気に入ったでしょ？ああ、ピースフルにできたら永住してもいいぜ。訳あり物件なのでできません。訳ありすぎて誰も住まねえよ。では早速、深海鉄インゴットを作りましょう。大型を建造するには、何百単位の資材が必要になるからな。工業にも鉄使うし、資材にも鉄使うので、頻繁に亡霊鉱山行かないとね。早くクアーリーが欲しいとこだぜ。で、次は怨念弾なんですけど、どうやら、鉄以外にも金、さらには工業で追加された銅や鈴でもいけるみたいです。おお、工業とも連携してる感じ出てんな。しかし、深海鉄と金以外は怨念弾の生産率が悪いみたいですね。ああ、だが一番問題なのは火薬だな。銅や鈴がたくさん取れても、火薬がなけりゃ大量生産できねえってわけだ。火薬ですか、ダンジョン行けばクリーパーたくさん出そうですけどね。ドロップ増加の剣が欲しいとこだな。あ、それと怨念弾はこのようにまとめられます。それでは資材を投入していきます。まずは、深海生還が絶対に必要な怨念。次にボーキサイト、艦載機や武装に使われるのかな？次は怨念弾を入れます。でんで、最後に深海鉄インゴット。怨念、30、深海鉄、3、怨念弾、64、ボーキサイト、13か、全然足りねえな。そうですね、武装も作れないです。ついでにこっちが深海生還、こっちは魚雷や連装砲になります。では燃料を入れてみましょう。たくさん取れた石炭ブロックをどうぞ。石炭9個でも全然増えねえな。そうなると全部入れても、半分もいきません。この燃料ゲージは満タンにしておかないとダメみたいだぜ。これは小型の造船所を作る必要がありますね。ああ、資材が足りなさすぎる。そいじゃ、気分転換にジャングルでも探しに行きますか。黒曜石ってことはネザー経由で行くんだな。さすがにあの孤島からボートで行くと迷っちゃいますからね。じゃあゲートの設置場所はこの家でいいか。この建物は昔からあるな。ドルイドの家でしたっけ。お、スポブロがアイテム化したぞ。おかしいですね、回収するモッドは入れてないのに。ま、拾えばわかる。ブローケンスポナー、エンダーアイオーの要素でしたか。説明みたいなの見ると、何かしらのパワーを送ればスケルトンドルイドのスポナーになるってか。スポナーを復元する時代が来ましたか。さすが工業って感じだぜ。それでは、ネザーゲートをよいしょ。あれ、できない。置き方ミスったんじゃねえか。もっかい作ってみろよ。これで合ってると思うんですけどね。もしかしたらさっきの場所が狭かったからかもな。それじゃこの広い場所あやっぱできねえわ。形も合ってるし、なんでかなー。もしかしてだが、黄昏からネザーにはいけないんじゃないか。は、その発想はなかった。ってことでだ、通常のワールドに戻ってみるぞ。合点でー、それではドーン、お邪魔します。ツイッター、雑だな。ここら辺はサクサクいかないと変に長くなっちゃいますか。てあれネザー遺跡やん。しかもかなりデカそうだぜ。は、もしかしたらネザー遺跡のチェストにカカオ豆が。探検する前にゲート囲っちまうか。あ、丸い石根だけしかなかった。まあ、ガストに狙われなきゃいいんだし、木材でもいいよね。後で大惨事になっても私は知らんぞ。いつもこんな感じでいけてるんで大丈夫大丈夫。よし、完成。おし、じゃあネザー遺跡行くぞ。ほんと、ここら辺からでいっか。落ちんなよ、絶対落ちんなよ。芸人魂見せた方がいいですか。フリじゃねえんだよ。いいでしょう、マイクラ界の蚊の栄光と呼ばれるわけを今お見せします。無事、着いたわ。いやさすがマイクラ界の蚊の栄光だぜ。お、あれはもしや、ネザーウォートだな。運が悪かったらない遺跡もあるんだぜ。へぇ、あってよかったー。おい、ネザーウォート移せよ。大丈夫だ、問題ない。マイクラ動画として問題があるんだよ。お、なんかかっこいいマグマカーテンが。ま、これも珍しいから大丈夫か。大丈夫じゃないでしょ、それぐ。お、チェスト発見だぜ。きっと中にはカカオ豆が、とその前にポテトが。こんなとこにいるってことはどっかにスポーンでもあるんだな。そんなことはどうでもいい。重要なことじゃない。お、またチェストだぜ。またポテトの音がする。こんなとこにもいたのか、どこにスポーンがあるんだろうな。もしかしてウィザースケルトンみたいに、自然スポーンするようになったとか。それもあるかもしれないぜ。ついにポテト売りが移動販売を開始したか。きっと税金上がったせいで売れねえんだよ。さて、カカオ豆とご対面。一応サドルはもらっていくぜ。きっと次のチェストにカカオ豆が。なんだまたカカオ豆ない。ダイヤだぜー。結果報告としては、レアなものでダイヤの馬鎧一つとダイヤ6個が手に入りました。やっぱカカオはジャングルに行かなきゃダメだな。ネザーでまっすぐ行きますか。ウィース、視聴者のみんな元気にしてたか。え、うちか。うちは
もうあそばそまそなみに元気やで。皆さん、こんにちは。この先は私たちが進めていきますね。よし、コメント返信やな。うちに任せれば余裕のよっちゃん以下や。いや、今回はコメント返信しないよ。マジか。じゃあ、なんでうちら出てるんや。前回アンケート的なものを取りましたからね。うわ、目の前に壁が。壁？どのことですかね。そんなんもちろん、ゆかりさんのことに。さてと、あかねさんを動画メンバーから外して続きをしなくては。ああ、何もないです、何もないです。5分。では、アンケート結果といきたいところですが、エンダー IO とタクティカルフレームの共存に成功しました。え？同時に使うことは無理や言うてなかったが、それがね、お姉ちゃん。前回の動画を投稿した後にエンダー IO が更新されてるのを見つけて、8時間前に更新されたエンダー IO に変えると共存できちゃったっていうことなんだよ。うなほな。その後に動画のコメントの方でアンケートは無視してくださいと一応書いておきましたが、あまり効果はなく、視聴者の皆さんはアンケートに答えていたんですよね。本当にすいませんでした。先に確認しておけば説明にかけたんですけど、なんか米稼ぎになってしもうたな。で、そっちの方はもう解決したんですけど、まだ問題がありますね。実はカットでだいぶごまかしていますが、頻繁にマインクラフトが停止しています。なんだって。お姉ちゃんすがすがしいくらいの棒読みだね。いや、もう知っとるしな。その原因も調べてみました。その結果、タイトルになっているリトルメイドモブモッドとシンコレモッド、どうやらこの2つの相性が悪いみたいです。ちょい待ち、一番あかんやつやろそれ。どちらかを抜かないといけない。そうなるとリトルメイドの方になっちゃうんだよね。なんでや。黄昏の森をリトルメイドで攻略する動画制作者さんはいますから、被らないシンコレモッドを選ぶ、こうなるわけです。苦渋の選択だけどね。そんな有料カードあったな。メイドさんを残しておきたい気持ちもありますが、停止するたびにパソコンのファンがうなるので、パソコンを守るためにこうする、そういうことです。壊れることはないだろうけど、パソコンの寿命が縮みそうだから怖いんです。関係ないかもしれんけどな。いや、もう新海星館はメイドさんみたいなもんやからええんちゃうん。確かに見た目はそうかもしれませんが、メイドさんと同じ機能はないので。タイトル変更になりますね。うん、残念やな。しかしその代わりといってはなんですが、他のモッドを入れるかもしれません。それはまた考えておくということですね。はい、タイトルもまた次の時に変わっているかと思いますけど、よろしくお願いします。それで葵ちゃん、これで終了か。いや、前からもらっていたイラストを紹介するよ。お、イラスト来てたんか。それでは1枚目のイラストを。ちょいちょいちょい、ゆかりさんもいるんかいな。前回好評だったからね。さすがです。どや、うう、葵ちゃんとの愛の巣を壊された。いや、お姉ちゃんと愛の巣なんて気づいてないからね。そうか、なら今からでも遅くない。うちと愛の巣を気づき。それでは1枚目といきましょうか。ほい。お、これはやけに豪華にハピと書いてますね。こちらは元さんという方が作ってくれました。ハードコア実況お疲れ様です、という一言ありがとうございます。第2シリーズも続けるから見ていってな。ありがとうございますね。2枚目や。この画像は黒田ささんという方が作ってくれました。うん、この上にハートとアーマー表示があるってことはサバイバルか。うん、資材不足で貧相ですけどって言ってたよ。十分豪華ですけどね。せや、貧相ならゆかりさんの方が。さて、どう地祭りにあげて差し上げましょうかね。ひぃ、あ、葵ちゃん助けて。じゃあ次のイラストを。いやあああああああ、はい、お、これはまたレベルが高いですね。このかっこいい感じ大好きです。こちらのイラストはジェイドさんという方が描いてくれました。背景も桜とカラスの羽で雰囲気がいい感じですね。かっこいいイラストありがとうな。まだイラストはありますが、時間の都合上次の機会に回させてもらいますね。皆さん本当にありがとうございました。それとネザーでのジャングル探検の結果はありませんでした。これ倍速でかなり適当に流しとるけど、34時間かかってるんやで。でも隕石のチェストと噛みつけられたから結果オーライかな。それでは皆さん、また見てね。